鋼鉄のような肉体、鋼のような筋肉、これこそ絶え間ない鍛錬と猛特訓によって培われていく。一つの突き、一つの蹴りを何十回何百回となく繰り返していくだけでも目がくらみそうだが、ほんの少しでもスピードが落ちようものなら途端に竹刀の一撃が飛んでくる。格闘技の修練を相当積んだ者でも、力を抜いている時に攻撃を受ければ相手がたとえ子供であったとしてもかなりのダメージを受けるものだとは達人大山増達館長の口癖だが、稽古中の竹刀の不意打ち一つを取っても体罰というだけではなく奇襲攻撃に対する防御を考えた心憎いばかりの配慮が隠されている。